お父さん。そうだから花屋さん、なかなかね、洒落てるんですけどもね、なかなかバーッとあのなんて弾けないからね、なんとか弾けるようにしていければいいと思うんですけど、そう、もう野方の活気、うん、俺は活気とか言ってます。ちょっと驚きです。もう何十年も前に、もう今は亡くなっちゃったけど、エリチエミなんていう人が歌ってた歌です。I was dancing with my darlingAn old friend and I happened to see. I introduced him to my lover. And whenever I'm dancing, my friends stole my sweetheart from me.彼女を紹介したら、二人とも気が合って、友達に彼女を取られてしまうという歌ですね。